こんにちは。朝5時半です、ちょっと雨が降っていますね。今朝の気温は22度くらいあります。デルフィニウムの2番花が咲き始めました。嬉しいですね。ヘメロカリスワイルド&ワンダフルはいつも朝早くから咲いています。黄色い八重のヘメロカリスも咲き始めました。フェアリーテールピンクは半開きですね。タイガーアイスパイダーの花もまだよく開いていません。アガパンサスブルーアンブレラっぽいの、だんだん花の数が増えてきました。綺麗に咲いてますね。アップにするとこんな感じです。色もとても綺麗です。他の株も咲き始めました。5つに株分けしたので5箇所に植えてあります。8時です。雨は上がったみたいですね。8時になるとヘメロカリス綺麗に開いてきてますね。時々ちらっと雨が降っているようです。ヘメロカリスの葉っぱにいたのはヤマトシジミですね。とても小さな蝶です。羽をスリスリしてます。スカシユリ最後の小平です。2週間ぐらい咲いてくれました。大きくて綺麗な花でしたね。チャイコフスキーはまだ咲いています。あまり大きく開きません。トモエソウにツユムシとミツバチがいました。こんな風に、全く違う種類の虫がいるのって珍しい気がします。ミツバチはたくさん花粉をつけてますね。トモエソウ花粉がありそうです。ヘメロカリスミッドナイトマジックたくさん咲いています。このユリはコンカドールですね。三尺バーベナにはモンシロチョウが来ていました。今日は蝶々がたくさん飛んでいます。また雨が降ってきましたね。お天気雨みたいな感じです。撮影はどこがいいかなと探してるんですが、今本当に賑やかに花が咲いています。ユリは植えっぱなしでも立派に育つのもあるし、消えちゃうのもありますね。シンポリカルポス水玉祭り、今日はちょっと水玉祭りはお休みです。バレモコピンクタンナが咲きましたね。またまたモンシロチョウです。ちらちら雨は降っていても蝶々は元気に飛んでいるようです。昨日は午前中だいぶ雨が降ったように思います。今日はそんなに強く降っていませんが、本当に梅雨という感じですね。臼の上に乗りました。全体を見渡すにはやはり臼の上に登るのが一番いいかと思います。雨が多いと除草剤をまくタイミングというのがとても難しいですね。まいたつもりのところがまいてなくて、草ぼうぼうになっているところがあります。奥の方はもうジャングル状態ですね。誰も近寄れません。あ、グラジオラス咲いてますね。11時です。曇りですね。だいぶ明るくなってきました。ヘメロカリス綺麗に咲いてますね。雨で傷んでしまった花もあります。あ、これはヤハズハエトリのオスですね。とてもかっこいい小さな雲です。ヒメヒマワリブリーディングハーツを撮影していたら見つけてしまいました。結婚飛行を終えた女王アリを捕まえた猫ハエトリのメスですね。こんな光景は狙って撮れるものではありません。本当は小さな雲ですよ。ちょっとサンタクロースにも見えます。トモエソウ今度は虫がいませんでしたね。デジカメで撮影しています。三尺バーベナにツマグロヒョウモンのオスがやってきていました。今年は初めましてのような気がしますね。丸尾です。いつもと違うところで寝ようとしています。今日はこの辺で、バイバイにゃん。